はいどうも、オクポンでございます。ビットコインね、下落ありましたね。えー、13万、130万円からスコーンとね、えー、一時は100万円を割るっていうところまで見て、で、そこからね、朝方、淡々と上がってきてる感じなんですけども、まあ、このタイミングで,でなぜか知んないんですけど、起きたんですよね。で、下落で、ほんと一番マックスあたりじゃないですかね。で、起きて、 で、見ながらですね、いたら、なんか順調じゃないと。で、たまたまありました、USDT がありましたんで、で、これをね、えー、様子を見て、下がついた感じなんで、ずん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 、下に下がっていって、まあ、下の状態で私は起きて、で、黙認したと。じゃあ、どうしようかなっていうことで、USDT あったなと。で、そこでですね、入ったんですよ。で、BHC がですね、3.5枚くらい。 bch かあ、を買わせてもらって、それがね、えー、昨日、昨日じゃない、今ですね、たった今、1389で売却をしました。これすべて売却ですね。で、追加で、その、ビットコインが下がったところですね。で、200あたりですね、1万飛んで200あたりで、えー、これをお余ってたね。 その3.5ってのはその前にね実はそれだけ買ってでそこで増えたんですよで増えた分のお、B、ものを BTC か BTC の方に入れさせてもらってまあこれがね今堅調に上がってるっていう感じでございますでまあ割っ でうん、下がるところは多分どっかではあるなっていう話だったんですけどもやっぱり下げたなとでこの下げっていうのはまだあるんじゃないかなと私は思ってますで、まあ、今月、まあ、今月はもう今30日なんであれなんですけどもやっぱり、あのー、ハードフォーク後とかハードフォークを絡めて仕掛けてくるんじゃないかなっていうところとあとは12月の10日ですよね先物さんでございますよ で、これが出るとお、おそらく今後のね、えー、っと、どれかなどれかなあ、12月1日ですね。以降はチャートがプロが入ってくる、プロですよ。プロがね、入ってくるってことで、ちょっとね、ここからは、あ、今まで暗号通貨、よいしょよいしょで簡単にね、稼いでいらっしゃった方々も、ちょっと話が変わってくるんでないのっていう感じはありますね。細々としたトレードを、やっぱ、あのー、してね、 えー、小遣い稼ぎ、またはね、家一軒とかね、そのぐらい,い、儲かってらっしゃる方も、多数様いらっしゃると思うんですよね。なんせ、その、資金ゼロでね、500万とか、あになってしまう。で、そこに1000万を投じてれば、もう、数億っていうね、 単位のものを稼げたあ方々もいらっしゃったってことなんで、まあそれを考えると、まあ単日でね、1000万円を手に入れる。で、それで別のお銘柄に入れるっていうことをされてたあ方がね、やっぱりいるって中で、まあそういう情報をね、日々聞いてると、まあ十分ね、えー、まあその時はやっぱ楽だったのかなっていうところはあるんですよね。 まあ12月、まあ12まあ、個人にしても、やっぱその市場にお金を入れるっていうのは、まあ、12月の10日っていうところを目安に、そこを、なんだろうな、めがけてというか、そこでクロージングっていうのは一旦していくんじゃないかなっていうのを、ちょこちょこ動かしている方々ですよ、は思ってますんで、まあ、その辺で動きがね、 ちっちゃい動きはその辺で一回止まるんじゃないかなと。12月の頭ないし、うん、まあまあ、頭ではまだ早いかなと思うんで、まあ5、6、まあ、1週間、10日から1週間前ぐらいからですかね。動きがちょっとね、鈍くなってくるんじゃないかなと。ただ、お大きいのはね、多分そこに、まあ、12月の10日っていうところを目安にして大きいのが入るよっていうのは分かってるわけじゃないですか。 っていうことを考えるとそこはね、あのー、資金が入るっていうことの段取りとしてズンと入れるということは十分ね、あのー、来られるとあ来られるって、まあ、十分考えられるとで要はそのちっちゃい時に資金をボンと入れてで大きくなってから払うとね、えー、そういう考えのもとでね まあどっちかというと中長期向きのね、資金がその手前あたりで入ってくるんじゃないかなっていうところなんですよね。中長期なんで何も考えないで、市場が膨らむし、いいじゃんと。で、そういう資金がここで入ってくるんじゃないかな。12月のね、10日前ですよね。うん。まあ早ければそこから1週間前。まあすべてね、推測で話はしてるんですよね。私ならどうするかなっていうところと。 で自分がその運用するんであればどうなのかなとあともう一点考えられるのはああのー、まいろいろあるんですけどもあのねじゃああれですよよいしょとこれこれナスダックでビットコイン先物上場を検討っていうことね、えー、仮想通貨金融のメインストリームになれるのかっていうねこういうニュースが出てるわけですよあのー、これはやっぱり市場にお金が入ってくるよと。 ただ、このナスダックがビットコイン先物上場っていうのは予定は2018年なので、でこのねここれこの人たちは面白いですよ。何が面白いかっていうと、えー、なんだろうな、資金を入れなきゃいけないんですよね、実は。あののー、まあ、お話こういったね株の ななんだろうな人たちではこういう人たちに、ね、会うことっていうのはやってきた人たち本当に一番でかい方ですね、まあ、3兆円を運用してたって方1人の方ですよが、あのー、そのキャパで動かれてた方っていうのを、まあ、23年前に会わせていただいてねもう人の縁でねでそういうことがあったんですけどもでそういう人たちっていうのはどういうふうに物事を考えてるのかっていうと資金でかいじゃないですか。 で今ね株だと国が買ってますよね株を日本国の株を国が買ってるじゃないですかであれって変じゃないですかあの株をやられてる方なんかはあれあれっていうのをこう日経とか見てると値動きが変な動きするっていうのは分かってらっしゃると思うんですけども下がってきたやばい何パーセント下がった買う何パーセント下がった買うっていうことをしてるわけですよ バカげてますよね。バカげてるんですけども、あの資金がやっぱりめっちゃで、やっぱでかくなってくると、そういうなんていうのかな、基準を作んないとやっていけないんですよね。きっとね。多分頭が崩壊しちゃうというか、本当であれば少しずつ入れればいいものを、その個別に対してこう入れるにしてもですよ。うん、少しずつ入れれば値段が変わんないっていう話は板をね、 要はその分散して入れるわけですよ自分があ1億円その会社に入れたいなってなったらその1,000円の板で 5, 5枚入ってるのを買ってでまたその辺の付近のやつを995たりでまた5枚くらい買ってっていうのをちょこ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 面倒だけどやるんですよ。で面倒だけどやるんですけどそれをやってると誰があーたくさん買ったのかって表向き分かんないですよね。 うん、表向き分かんない。で、そういう手法を取れば値段ってのは上がんないんですけどもあの、国が買いをね、入れるのはね、値段が上がっちゃうんですよ。日経平均っていうのが上がっちゃうぐらいの、そういう買い方をしちゃうんですよ。ただ、それはなんでかっていうと、やっぱり金額がでかいからなんですよね。金額がでかいかいら まああれも、ね、なんて言うんですかね。お役所仕事って言ったらお役所仕事なんですけども。まあでもそれはファンドマネージャーとかね、そういった方々。要はその上、会社があって、で、その下にいて、人がいて、で、その中で運用資金っていうのを任されて、で、その運用資金をバカっバカって入れないといけない時ってあるんですよね。 やっぱり木の変わり目とか3月とか 9, 9月とか6月とか12月とかね何らかそういうのがあるようなんですよお話を伺ってるとねまあラジオでも聞くことはありますしあと生のねそういった声も聞くことがあるんですよねフェイストゥーフェイスでね飲みながらとかそういった形で聞くことがあるんですけどもどうやらそうらしいんですよでそれを考えるとですよ ここのビットコイン先物上場にしても、あとは12月の1日のね、あのー、まあ、あれですよ。まあ、プロの投資家が入ってくるっていうね、その人たちの会いっていうのが、まず最初に行われるんじゃないかっていうのも十分考えられるんですよね。うん。 10日前後に実はのビットコインこっち側ね先に入っててうんビットコインはーなハードフォークがあってうんちゃらかんちゃらあるからこれ下がんじゃねっていう考え方が多分大方の思いだと思うんですよねハードフォークがじゃか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 あってハードフォークが一番最後のハードフォークが終わったあたりまたは来年のものがあるんで今年の12月でハードフォーク終わって予定のものが消化し,したら それか、する前にビットコインを利確して、それで逃避させようという感じでいらっしゃるもね考えを今の段階で動こうかなと思っている方々っていうのは多数いらっしゃると思うんですけど、そのうん決まり何、何パーセント下がったら買うよ何、何パーセントここの時期にこれだけ買わなきゃいかんよっていう人たちが、その中に入ってくるっていう12月10日ね。 でそういう動きも十分ありうるんですよね、うん。多分私たちはどっちかというと、まあ、先ほど最初しゃべりましたけど12月10日あたりをここを、ね、目安にして手締まうような段取りをして様子を見るっていうね、えー、形を取る方もね 多分結構いらっしゃると思うんですよ。で、まあプロが入ってくるってことで、でもそのプロっていうのがどういう動きするのかっていうのはまだまだわからないですよね。様子を見て、あのー、教科書通りにね、私が言ったみたいに、プロのそのくくりが金額がでかいから、国が日経を買うようにね、えー、金額がでかいからある程度 タマスを集めていくと最初は。で、それでもって、その、玉数は集めて、その後に、どうすんの、こうすんのって言っても、多分ね、動きが荒いと思うんですよね。っていうのが、私、個人的な考え。でも、ここは待てよと、これだけの動きがあって、こういう値段であれば、程度そうやって分散してね、バン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 面倒でも買っていかなきゃいけないのかもしれないなっていう感じで、最初に市場に入ってくるのかっていうのが分からないんですよね。 ただ、これネームバリューとして、まあ私は買ってくるんじゃないかっていうのも今話しながらね、思い始めました。だナスダックっていうところが世界に向けて発信するビットコインナスダックっていうキーワードで、ここのね、市場が世界に注目されるっていうね、その絶好の機会でもあるんですよね。で、そういう反則的な買いっていうのがあるかもしれないですよね。わかんないですけどね。わかんないですけど、うん。 そういう動きっていうのはあるのかもしれないです。ね。はい。そんな感じでございますんで。まあ、この辺はですね、今後もやっぱり、あの、注目していくんじゃないかな、注目せざるを得ないんじゃないかなと思いますよ。うん。こっからですかねね。まだまだ、まだまだですから。本当に。ね。えー、まだ市場は膨らむ中のね、本当、膨らむ中のね、ちょっとしたところなんですよ。うん。 でまだ序章の序にも入ってるかどうか分かんないぐらいのね、序章の序に入ったか序章か、まあ、とにかく走りに入ったか入らないかってぐらいだと思うので、まあ今後もですねこの市場にお金が流れてくるっていうのは、まあ、しゃあないですね、うん、だから南極と北極が入れ替わるぐらいのね、そのぐらいの変化なんで、これ、乗ってる人は、まあ、私の中ではまあ普通なんですね。 これがゼロベースで考えてるんで、まあこれは普通で、ただやっぱり乗ってらっしゃらない方っていうのが多数いらっしゃるんであれば、それに対してのその、おやっぱね、はい、発信って必要だと思うんですよ。誰かが。周りにいなければ誰かが、まあうっさいなーって、うっさいなーっていう方がやっぱりね、必要だと思う。そうしないと、市場に今ね、膨らむっていう段階でお金を入れれば増えちゃうものを、その膨らむ、 でからお金を、じゃあみんな仕組み作りになってしまって、もうビットコイン買わなきゃいけないから、イーサルヤム買わなきゃいけないから、エイダー買わなきゃいけないからって言ったん中ではもう遅いんですよ。うん。これは、あの、歴史を学んでいただければわかります。経済の歴史とかね、そこが一番楽だと思う,思うんで、本当かなと。 まあ冷蔵庫でも洗濯機でも何でもいいですよ。他でもい CD とか MD とかね、えー、まあ電化製品ばっかなんですけど、あと、あれですね、あの、穴あきサンダルみたいな。穴あきサンダルなんかね、あれがまあまあ今探すんであれば、どういう市場規模で、えー、あのゴムのやつ、エスカレーターに巻き込まれちゃうのでニュースになったあれですね、あれを見ていただければ、あどのぐらいの市場規模かっていうのは分かると思いますね。うん。 うん、そう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 。でどういう感じでそれが需給が上がってったのかっていうのは程度ね落ち着いてくればあれなんですけどワイ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 やってるガバ,バガバガバガバ作ってくるわけですよ。で似たような商品を別の会社が作ってでそれを販売してたわけじゃないですか今でも販売してますけどね。って感じでああいうものを目安にね見ていただけると面白いんじゃないかなと思うんで,であああいうイメージで今ね この人はあ増えるって言ってるんだなっていうところがつかめると思いますんで、うん、あんまり不安だなっていう思う方は、やっぱりそこまで、ね、見ていただいて、面倒でもね、ただ面倒でもその先が見えると思うんですよ、歴史っていうのは大した、ね、変化はないですよ、ものがあ最初ね、なんだよって、何やってんのって、なんなのこの人っていうのがいて、なんなのこの人がずっと発信してると、なんなのこの人の影響を受けて、みんなが変化,になる変化していくんですよ。 ね、それがまあ貧乏人と絡めば貧乏人になるしお金持ちと絡めばお金持ちになるし上昇志向の人と絡めば常にね変化を求めて、えー、自分を変化させる上昇志向の,の人になるしねそんな感じなんですねで結局何々って人スピーカーみたいな人がこういるとそういう感じになっちゃうんですよね社会がええとか思いながらえな何言ってんのこの人って思いながらですよ思いながら影響を な浴びちゃううっていうんですかしゃあないですすかなよね本当私たち水でできてて肉体なんてほとんど水なんでねで水なんてこう押してみてくださいね押したらどうなるのかって言ったら指がねね入りますよ、ね、あのぐらいの変化が私たちの体にも実は起きてるでそれを受ける側かその水をね押す側にね出るのかっていうで押す側に出る人の影響を世の中ってのは起きてくる。 こう変化がね起こ,起こさせちゃうというか押してる側の人の影響が受けやすくなるんですよ、うん、これはね私も散々試してみてですね、えー、今認識してます、はい、今ねこうやって私が音声出してるのもどっちかっていうと押してるんですよね押してる社会に対してこう押してるんです、ねえー、こういう変,変化起きるから、ね、こっち来ようよってこっち来ようよってこっちがいいよっていう感じで この音声を聞いてるとあれあれってなってくるんですよ。うん。あれこの人がこんなこと言ってるけどいや本当だろうなっていうふうになってくるのかまあ私はこれね発信してるからってどうなるわけでもないと思ってるんですよ。その発信して拾ってくださった方が、まあ、幸福になるそれしかないと思ってるんですよね。 決して私はあの宗教をやってるわけでも幸福の科学をね推してるわけでもないんですけどもあのそういうい感じなんですよ市場が膨らむ手前だから入っておいて市場が膨らんだ後に出てくあるいは市場が膨らんだ頃には社会がインフラとして必要とされてて前にちょこっとなんだけど入ってたやつがあもう1年分、2年分、3年分生活費出てるわ。 あるいは10年分出ちゃってるわっていうね、そういう次元にな,なると私は思ってるんですね、普通に。普通に思ってるんですよ。で、ビットコインもあれですよね、あの消費税のね、えー、緩和ってのはされてますよね。ってことは今後、まあ、消費税が10%になるにあたって、あと2%だから、まあ、10%の買い物をした場合に、10%じゃない、何かを買う場合に10%の消費税の緩和がされるんですよ。 でそれがいつまで続くか分かんないんですけども、今のうちに、まあ、今ビットコインっていうのはなかなかね、手出しはできないと思うんですけども、あのー、今のうちにですね、なんらかそのきっかけ、えー、今爆発的に動くっていうものに、ポンと貼っとけば、私のエイダみたいにね、バカみたいに増えるわけですよ。やばい、やばいっすよね、本当に。無課金で500万円ですよ。どうします一旦の価格は無課金で500万円をつけたんですね。 うん、0円しか元手を入れてないところに500万円の価値がついちゃった。で、市場はそういう買い手ですね。そういう買い手がいるってことを、この数字でもって、あのー、私にね、知らせちゃったんですよ。あ、まだいけるなと。ね。 えー、全然入れてない。元で80万円からあ90万円ぐらいのものを、ね、入れてで、その元金は抜いちゃったと。抜いちゃったんだけど、まあ、抜いちゃったっていうのは嘘ですね。ビットコインで増やしてますで。で、ビットコインで増やしてるんで、そのビットコインで増えたものを私はここに入れてるんでね。うん。うん。まだね、400万円弱。389万円ありますよ。389万円。ね。これ無課金。ね。現金入ってません。ね。大丈夫です。 入ってませんからね、ここにはね。あのー、そんな感じでね、やっぱあの、こんな感じなんですよ。これ生の声ですよ。生の声。ね。で、えー、まあこんな感じでね、終わらせていただこうかなと思うんですけども、引き続きですね、テレグラムの仲間ね、えー、募集しております。仲間ですからね。あの、慣れ合いはないですからね。これがいいんですよ。これがいい。ね。やっぱり程度自己責任で、やっぱあの、ただね、 自分が知ってることは教える。ねえー、知,って知らない方がいたら、ね、自分が知ってることを教えるわけですよ。で、えー、こっち側は知らないことを聞いてみる。ね、で、そこに知ってる方が教えてくださると。こういう中なんですよ。でも、まあ、淡白ですよ。まあ,あ、のその知らない人がそのフィードを見てれば、あーもうそのまま流れちゃうと。 で、自分で程度動かなきゃいけない時もありますし、で、その自分で程度動いた時のものっていうのは自分の収穫になるんでね、どうやってどこのサイトで検索したのか、どういう方法で自分のね、動きが出たのか、で、一度グループ内に投げたっていうのもいい経験だと思うんですよ。投げても反応があるものもあるし、投げても反応がないものがあるわけですよ。その 人々の、ねあのー、考えの立ち位置とか、ね、自分の思いとかあ今現状の,その環境にも、ね、多少の,その思考のブレっていうのはありますしもしくはその全く、ね、知らない人たちがやっぱり見てるっていうその時間帯に投げるっていうのもありますからそこはすべてすべてその、ね、思い通りになるかって言ったらそのあ入ってきて卓球の球みたいにポン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 っていう感じで動かない時はあるかもしれないですよ。よ でも、程度やっぱり知ってる方がいらっしゃって、えー、もう場に入って、バレキも長いと、ね、暗号通貨とはとか、で暗号通貨でこういうことをした、こういう儲け話があると、いろんなこう失敗談、ね、えー、なんだ、ウォレットが開けなくなっちゃったとか、いまだにありますよ、ウォレットが、ああ、給油なんとかっていうのが、今ね、ちょっと前話題になってましたけど、そういうサイトもあるじゃないですか、ね。 でそこに入れなくなっちゃったどうしようっていうねそういうやっぱりこう動くっていうのはリスクが伴うんですけどただリスクを最初にかじるとあとはもうリスクを取ることに対して何とも思わなくなるんでねああこんなもんなのかこんなもんなのか。こんなもんなのか あとそのシステム上に何かエラーが出るとか日本人がこう海外のサイト、ね、ウォレットを使ってうまくいかないっていうのはどういうことかっていうとあのうまくいかないってことはまだ市場がです、ね、固まってないんですよ。っていうことの証明なんですよね。でこれがが程度市場が固まってくるとお まあ縛りがすんごくなりますよね。縛りがすんごくなるってことは、みんな入ってる方々がやっぱりいるし、そこに対してのなんか事件事故みたいのがあるわけですよ、ね。で、そこに対して事件事故があるから、政府としては何らかの手段を講じなきゃいけないから、そこに法律がズンって出てきちゃうんですよ。で、法律が出てきたからではもう遅いんですよ、市場に入るのは。ただ、今入ってリスクを負ってる方々っていうのは、そういう市場に入ってきてるわけです。少ないところに入ってきてる。 だからうまみがあるんですって。ね、ここからあの12月10日になると今度プロが入ってくると、ね、こうなってくるとまた流れがね人流れ変わってくると思うんで、えー、おそらくねここはまたね、あのー、チャート中瀬のね動きになるかとは思うんですけどもでもまあ社内これは市場が逆にね暗号通貨に対して必要としてる、ね、プロがねこの市場 ゼロ円だったものに価値を生ませてしまったっていう、この市場をね、やっぱこう、認めざるを得ないところまで来てるっていうのは、これは紛れもない事実です。今後もね、ニュース見ていただけるといいと思うんですけども、暗号通貨関連っていうのは、今後もバンバン出てきます。で、バンバンここで縛られます。ね、えー、車を運転されてる方ね、シートベルト、スマホ、ね、人引いちゃいけない、停止線守んなきゃいけない、信号守んなきゃいけない。どうですかこれ全部縛りですよ。 最初なかったんですよ。で、信号機が増える。信号機がなかったところに信号機が増える。1台600万。正規です。1台600万の信号機がつくわけですよ。ね。程度やっぱり死亡事故とか事故が多いとこっていうのは、そうやって政府はどん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 講じて、縛りを大きく、縛りを大きくしちゃうんですよ。ね。年齢制限、今度ね、えー、そういうのがあるわけですよね。タバコは二十歳になってから、まあまあ、そういうこともありますし、ね。えー、今度はなんだろうな。 まあまあ、とにかく縛りが好きな国なんですよ。ね。うん。ただ縛りが多い、まあまあ、それはいい点なんですけども、縛りが多いとどういうことが起きるかっていうと、バスとか電車の時間が1分も変わらないで、そのね、土地、場所に到着する。ね。これがふ冬ね、東北だとか北海道になってくると、の稲うーんと地方になってくると、だいぶ変わってくるんですけども、あのー、それはまあ、遅れるのはしゃあないと。 ね、ただやっぱりその縛りが多くなるといいことはやっぱり時間を守るようになったっていうのはね日本のこの文化で海外に誇れる、ね、文化ではありますんでまあその点はいいでしょう。 ただ、やっぱり市場に入ってきて縛りが大きくなるってことはその事件事故に対して対応している政府の、ね、動きだっていう法律っていう動きだっていうことはこれはあ紛れもない事実で,で縛りがでっかくなってくるとでっかくなるだけそれだけ、ね、市場は多分動かなくなるんじゃないかなと思うんですよね。あんまり動かなくなる通貨っていうのはきっと出てくるんじゃないかなと思いますでそうなってからではまあ面白みがないうまみがないです。 なので、ここは入ってきてくださいっていう話ですよね。みんな待ってます。ね。テレグラムの中で。はい。そんな感じでございますんで。はい。今後ともね、よろしくお願いします。はい。それでは、素敵なコインライフをお送りしましょう。